大鉱山は、京都府丹後半島の付け根に位置し、小佐野町、福知山市、宮津市にまたがる連山である。標高832メートル。別称、大枝山、与佐大山、仙城が学。主天道寺伝説で知られる。また、雲海の名所としても知られている。2007年8月3日には、丹後天の橋立大鉱山国定公園として、 国定公園にも指定されている。新、花の百名山に選定されている。全体を大鉱山連峰と呼ぶため大鉱山と呼ばれる頂上を持った峰があるわけではない。連山には北東寄りから鍋塚、鳩が峰、千条が岳、赤石が竹と呼ばれる峰がある。このうち千条が岳が最高峰で832.5メートルの標高があり。 丹後地方最高峰である。仙城が岳には二等三角点。仙城家岳、鍋塚には三等三角点。大鉱山、赤石が竹には三等三角点。赤石岳が,が設置されている。登山口としては、与佐野町、宮津市、福知山市大江町がある。山腹には、ブナの原生林が広がり、稜線付近は、七か窓や、山坊市、山頂には、笹原が広がる。 千条が、学山町からは、南西側に間近に、三竹山、西側に氷の山、南東側に丹波高地の山々、福知山及び、綾部市街、さらに、鍋塚は360度の展望が明け、若狭湾、丹後半島をはじめとして、指定の良い日には、氷の山及び白山、阿多子山なども望むことができる。千場が学から西側を望む、地質学的には、 地球の深部から流起した地層で超遠気性の岩盤を持つ。金属鉱脈が豊富で、周辺には金谷など金属にまつわる地名が多く見られる。古くから交渉があることは認識されていたが、大鉱山北西山麓の与謝野町において、日本加工の子会社が1934年に炭鉱を開始し、低品位ながら無人層のニッケル鉱石があることを確認した。その後、 1938年から1940年にかけて大鉱山の鉱石を精錬する実験を試みた結果追いに成功し1940年6月からフル創業を開始した当初の精錬は大鉱山から遠く離れた石川県七尾の元セメント工場で行われたが太平洋戦争のための兵器製造に不可欠なニッケルを大量に確保するため大鉱山から近い 日本海に面した与佐郡、吉村に新しい精錬所を建設し、そこへ専用鉄道で輸送し、精錬した。また、大鉱山東側山陸の福知山支部正寺には、コウモリ鉱山跡があり、日本工業により1917年から1973年まで、銅、クロム及び少量の銀の採掘が行われていた。主な鉱石は、 クロム鉄鋼お及び自流鉄鋼などである。大鉱山には三つの鬼退治伝説が残されている。一つ目は、古事記に記された、主神天皇の弟の飛行ざが、土蛛の陸耳おかを退治したという話。二つ目は、聖徳太子の弟のマロコ神皇が、栄子、慶矢氏、土蛛を討ったという話。三つ目が、源の頼光と頼光四天皇が活躍したことで、 知られる、有名な酒飲み同時伝説である、主天同時三大妖怪を参照のこと。これは、脳の演目、大鉱山にもなっている。これらの伝説にちなみ、大鉱山の山麓にあった廃校となった、道光山と2993年、大江町によって、日本の大の交流博物館が作られた。なお、主天同時の本拠とした、大鉱山は、この、 丹後の大鉱山であったという説の他に、京都市西京区にある山城国と丹波国の境、三陰道に面した大枝山という説もある。大鉱山では、鉱山技術により富を蓄積していた。これに目をつけたとの勢力は兵を派遣、富を集奪し、支配下に置いた。このような出来事が元になり、自分たちを正当化、美化しようとの思いから土蛛大治や鬼大治伝説が、 生まれたのではないかとする説もあり、機械人が山賊化し非道な行いをしたので鬼と呼ばれたという説もある。なお、具体的な鬼退治伝説としては、主天童時伝説、西座王の鬼退治及び、マロコ神皇の王の鬼退治が有名である。小倉百人一首には、大江山行く、野の,の道の遠ければ、まだ踏みも見ず、天の橋立という歌がある。ここでの大鉱山は、 本校でのものと京都市西京区の大江山をかけているとの説もある。中腹に日本の鬼の交流博物館があり、館長は鬼の子孫と自称する人物であり、各地で講演などを行っている。AB、氷高金を改訂する山岳一覧資料に、国土地理院。 http://www.gsi.go.jp://00091073.pdf2014 年3月26日閲覧。GNSS 測量等の点検、補正調査による2014年4月1日の国土、チリ院ン、日本の山岳標高一覧 -1003 山、における、海底地。 なお、旧版での標高は833メートル。国土地理院基準点成果等を閲覧サービス。アーカイブド2010年7月15日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。川崎・義光。大阪周辺の山250ヤマト警告者。2001年。日本の鬼の交流博物館ホームページ。ありがとうございます。